ったのだろう。自分を信じてたどり着けたなら開くことができたかな。最近よく口にしてしまう仕方がないっていう冷めた言葉、名前が欲しくて鍵より大切なもの一つまたなくしたみたいだよ。どこまで行けるだろう、どうして行くのだろう。拾った夢の地図、疲れて眠るにはどこまで行けばいい。バックトゥバック教えてほしい。それなりには楽しみもあるし、それなりには求められてるさ。それでも心は入り口ではなく、なぜかいつもそう出口を探してる。どこまで行くのだろう、どうして行くのだろう。止まったままの夢、心を満たすにはどこまで行けばいい。タイムタイム答えてほしい。何がいらない、何が足りない。わからない、何を手に入れる。どこまで行けるだろう、どうして行くのだろう。眠るにはどこまで行けばいい。バックトゥバック教えてよ。今すぐどこまで行くのだろう、どうして行くのだろう。